日本航空のジャンボ機が群馬県上野村に墜落した事故から今日うで39年です。現場では遺族らが慰霊登山を行いました。群馬県上野村にある雄鷹の尾根では68家族、230人の遺族が慰霊登山を行い、犠牲者に花を手向けるなどしました。あ39年前ですけどね。 今、やってたんだろうなっていうなといいのはね、つくづく思いますね。つくくづ思ます1985年に羽田発大阪行きの日光ジャンボ機は御巣鷹ノーネに墜落し520人が亡くなりました。 日本航空の鳥取光子社長は社長に就任してから初めて迎えるこの日に慰霊登山を行いジャンボ機が墜落した現場で犠牲者を弔いました。